まあバックサイドの定番といえば一つドライブスティックシリーズがあるとね。でまあ、例えば6インチであれば、まあこれ TNS オフセットの50なんですが、うん、そういうねオフセットフックをね使うことが多いと、まあもちろんストレートフックの50クラスでやることも多いんですけど、 FPP オフストレートみたいに。ただしオフセットフックの方がより軽い力、細い力で腹筋が決まります、うん、まあ大抵6インチであれば、14ポンド、うん、16ポンドぐらいのラインで使うことが多い。12から16くらいで、4.5 インチの場合は TNS オフセット30が基準、うん、でこれは12ポンドラインぐらいでやることが多いです、うん、で、3.5 インチはね10が基準。これはねベートフィネスで例えば8ポンドラインとか、ね、ちょっと濃いカバーの時は8ポンドじゃ、ね、心もとない、ねもっと太いラインが使いたいっていう時は10、12ポンド、うん、それ以上も使う。ただもちろんラインが太くなると推進力、ね、糸の抵抗が水の中で増えるからバックスライドしにくい。だから腹にネイルシンカーを、例えば 0.45 とか 0.9 グラムぐらいを入れたりする、まあ、それは全サイズでもね一緒なんだけど、まあそんな感じでベートフィネス系のタックルに8ポンド前後のフローカーが多いです。もちろん、ね、フィネスに使いたいときはスピニングに、ね、4ポンド5ポンドのフローを、ね、使うこともあります。で、あとは3インチのドライブスティック、ね、どうだろう。ドライブスティックのバックサイドって 3.5 インチまで6、4.5、3.5 までやる人は多分多いと思うんですが、実は3インチ、ね、ものすごい強います。で、どうやるかっていうと、ねまあ、TNS の2番、まあ、このフックサイズ、ね、形状がドンピシャだと思うんだけど、ね、大体フロードの4ポンドぐらいで完全スピニングタックル、うんね、でこれを、まあ、刺し方なんですが、まあ、ドライブスティックっていうとこう、ね、こうリング状の模様がついてて完全に尻尾の部分になると何にもないと、うん、で、そのリングがあるとこと尻尾の部分の境目か、もしくはそれより数ミリ、ね、頭寄りから針を刺して、でオフセットフックのこのクランクの形に合うようにツンツンツンって出す、でピュッで、でこの藍をワームの中に埋め込みます。でワームのこのつけたところの幅の真ん中ぐらいに藍がくるこうセットするで、こっち側は針を当ててこの辺だなっていうところでワームの腹の下側から真上側に、ね、貫通させる。でこんな感じで刺し終わった後にワームが、ね、針を刺す前の形と一緒になるようにこうくの字に折れたりこう反り上がったりっていうのはうまく刺せない証拠です。であとは針先をちょっとこうワームの中に入れてこんな感じで、これを ね、スピニングで、ね、よく飛ぶしスキッピンとか、ね、ピッチングでも、オーバーハングの下とか狙ってるカバーの際にかなり正確にする。で落とすときはラインを張らず緩めずで、うん、でこれがですねこのサイズはやっぱりタフなときとかこういう小さい餌をメインで食べてるときは、ね、このこういうサイズに全然反応しないときにも一人入れ食いになるような究極なセッティング、うん、でまあ全てのサイズに入れるんだけど、ね、ちょっとこう浮き込みがあってカバーに入りにくいとかより深いとこまで、ね、ちょっと効率よく早く落としたいね、あとは風が強い流れが強いラインが太め、そんな時は腹の部分に、ね、軽くネイルシンカーを入れると、ね、例えば3インチであれば、ね、0.3グラム、 0.45グラム、ね、3.5 であれば、まあ、0.45から0.9、うん、時に 1.23 とかね。でこの辺であれば 4.2、 5インチであれば 0.9 から、ね、時に本当にこうで推進力を増したいときは 1.8 グラムぐらいまで入れることはあります、うん、まあ、6インチであればね、や
っぱり 1.8g ぐらいが中心かもしれない、うん。まあ、そうやって、ウェイトを入れてフォローしてあげる時も、時々あります、まあ、状況に合わせてそんなセッティングで。ぜひ夏のサスペンドバス、うん、テキサスリグには反応しない。でもこれを脳シンカーで手前に来て しまいがちな脳シンカーを真下かもしくはより向こう側に、ね、シェード内に送り込める、ね、その、ね、メリット、ね、アドバンテージをぜひ感じた、ね、釣りをしてください。